ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは。岩のゲーセンようこそ。今回はドッカンバトルをやっていこうと思います。はい、で今回はこれですね。ドッカンフェス来てますね。新 SSR キャラスーパー17号と、であとスーパーサイジン4のベジータも来てますと、あとなんか普通の17号も増えたよね、新しいの。どれだっけ、これか。え、ヘルファイター17号と人造人間17号と、スーパー17号、確か自己剣ドクターゲロとドクターミューも一緒にいるんだよね。その時のね、なんかピッコロが結構鍵になってるんだよね。うん、ピッコロかっこいいからね。はい、ではで、流石100個ありますと。なんで、まあ、結構ね、お目当てのスーパー17号もそうなんですが、スーパーサイジン4のベジータもいるので、まあ、全部回していきたいと思います。20連ですね。はい、では、行きましょう。ん、どうだ？まず、3か。怖いな。怖いな、怖いな。3なんない。で、シングルで1回。ねえ、R のね、ドクターギョロ出たっていうね。お、これ新しく出た。お、かっこいい。人造人間17号と。SR じゃなくて R っていうね、一番、お、噂をすれば出たよ。で、これ、お！ヘルファイター17号。こいつこんな名前だったんだ。普通の人造人間かと思ってた。タンバリン！ん？なんだ？お、このバート初めてかな。やべえ。ベジータ。ビーゲル。ドーン。これやべえな。え？なんとも言えないんだけど。はい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 。はい。このヘルファイター17号と普通の人造人間17号が2体ずつ出たってだけですかね。はい、では、最後。来てくれ。ここで奇跡の神引きを。スーパー17号とスーパーサイジン4のベジータ。さあ！ん？あれ？あれ？確定演出なかったけど。あれ？何この。ギニュー特性はみんなぼやけてるね、シルエットは。やむちゃね、人造人間、あれ、ドクターギロか。19号、ドクターギロにね、これは釣り抜かれたから、ズバッて、ズバッて。おい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 。え？え？トランクスじゃん。ピーともなんないしね。ソルベ！お、キビトシン。クリリン！やべえな。あ、これやべえな。マジで？いやいやね。僕のツイッターを見てる方はわかると思うんですが、この前のドッカンフェスサイヤ人のやつ、動画外でシングルで一発引いたら、その、悟空が出たんですよ。シングルで。これですね。はい。この悟空出たんですよ。ドン。これシングルで出たね。多分ね、これで運使い果たしたのかな。今回。悔しいけどしょうがない。はい。では今回ここまでにしてね。次回、ドッカン、流石150個ぐらい溜まるまでやんないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひぜひよろしくお願いします。バイバイ。